落合信子は、タレント。元プロ野球選手、監督の落合博光の妻。声優の落合福祉の母。長野県飯田市出身。飯田女子高等学校卒業。血液型は、A 型。高校を卒業後に上京。貴金属の販売員を経て、ホステスをしていた1980年頃に当時、ロッテオリオンズに在籍していた博光と知り合い。 1984年12月に結婚、1987年に長男、福氏が誕生。時間を経るとともに、広光の夫人ということ以外にも得意なキャラクターを買われ、メディアにも一人でゲストとして出演することが増えていった。一番出演が増えたのが、一連のミッチー・サッチー、騒動時である。この騒動が長引くにつれ、当時の関連主要人物の一人として、 テレビ番組に引っ張りだことなり、悪の強いキャラクターで、主に正論を発する役割を担った。マスコミ、外部に対しては、夫のことを、落合と呼んでいる。広光は、ロッテ時代でまだ一軍藩であった時期、当時、信子が経営する、スナックバーの常連客であった。信子は広光に対して、才能のあるあんたがなんで、年俸360万円なの 私よりも稼ぎが少ないじゃない。と揶揄しながらも、あんたはプロ野球選手として一体何がしたいのと問いただすと、広光は三冠王になりたいと答える。すると信子は、じゃああんた、場を直しなさいと、数百万円を提供して、歯の治療、を、強制をさせた。1982年に広光が最初の三冠王を取ったとき、本類打数が32本だった。 前年の本類打王の門田博光、トニー・ソレイタの44本よりも10本以上少なく、また打率、打点ともに突出した数字ではなかったため、落合の三冠王はラッキーと優勝する向きも少なく、なかった。信子は博光に、モンデン、ソレイタ、ブルーマー、本類打をたくさん打っている人はみんな太っているじゃない。あなたも、もっと太りなさいよと言い、以来、 落合家の食卓に数え切られないほどのメニューが並ぶようになり、広光の体重はあっという間2 0ラム近く増え、打球の飛距離が格段に伸びたという。また、広光が試合でノーヒットの時は必ずおかずにタコを出していた。1983年は1981年から3年連続で首位打者となったが、翌1984年は首位打者。 最多本類だ最多打点のいずれもタイトルを逃す。それに信子は悔しいのなら三冠王をもう一度取れ、そしたら王さんに並ぶよと葉っぱをかけた。1985年は文句なしの好成績で3年ぶり2度目の三冠王となり、当時のマスコミ、世間は広光を絶賛した。しかし、信子だけは周囲からの評価にも一切惑わされず。 まだ王さんに並んで満足しちゃダメ。世界の王を抜いてみなさいよ。と、気合を入れ直す。すると広光は、翌1986年も、前人未到となる、通算3度目の三冠王を獲得、世間から悪災のレッテルを貼られ続けた信子夫人への批評が、一変した。1985年オフのロッテ対談騒動の時、番記者が、 信子本人のコメントが欲しいということで、自宅にて取材に答えた。その時の、落合は、野球以外のことに煩わされると、引退しますと言いかねないという談話が、どういうわけか、私が落合を引退させるという記事になり、広光が大激怒し、明日引退する。記者会見を開く。という騒動になったことがある。広ろの打席を、テレビ中継で見る際、画面に上下を当て、 打席での腕の構えや足の位置、スイングが波を打っていないかなど細かくチェックし、帰宅した広光に校長時とのズレを逐一、報告していた。また、広光がスランプに陥った時に、ストライクはあの狭いホームベースの上を必ず、通るんでしょ。じゃあ、そこを通ったボールだけを打てばいいんじゃないとアドバイスをしたところ、次の日から広光はスランプを脱したという。 ロッテ時代に着込んでありながら、時折、ソープランド通いをしていた広光に、私が浮気したらどうする君は、遠征先とかで、ソープランドへ行ったりしているんでしょう。ねえ、どうなのと聞いた。すると広光は、ソープランドが浮気かよ。性処理ならいいじゃねえか。と開き直った。信子は、この発言に、この男は、ひょっとすると、 私の想像をはるかに超えた大物かもしれないと脱帽したという。そして、弘光が買ってきた男性週刊誌を教材に勉強し、夫婦生活についていかに研究不足かを思い知らされ、ソープを我が家でやってみようと思い立ち、自学もながらソープの技術をマスターした。その後、弘光に後でソープランドごっこしてあげるからお客さんになりなと言って、 準備の様子を見せたところ、それを機に広光のソープが酔いは収まったという。徳、津高広氏は、結婚してから、オチは、夜遊びに行かなくなった。キャンプ中も練習以外はずっと部屋にいた。彼女のおかげで野球に身が入るようになったんでしょう。と述べている。広光のロッテオリオンズ在籍時から東京に、現在の今日構えた、都合、中日での現役時代と、2004年からの、 監督就任時には広光に単身赴任をしてもらっていたが頻繁に名古屋へ訪れ2005年からは福祉の勧めもあり名古屋に住み込んで夫を影から支えていた広光の監督時代は息子の福祉ともども名古屋ドームに足を運び一般のファン同様にレプリカユニフォームに身を包み頭にはファングッズのドアラの耳をつけ 自分ベンチの真上から感染していたこともあった。広光は、著書、コーチングの中で、私の妻は、私の外敵から体を張って、全力で阻止する。今でもそういう考え方なのだ。落合がいて、息子と私がいる。一番に来るのは、自分ではなく落合広光なのだ。なかなか、こういう人はいないだろう。と、著書で記している。 1993年シーズンオフより導入された FA 権を行使しようか悩んでいた広光に対し、これまで野球選手のステータスを向上させてきた、あんたが先陣を切らないでどうすんのよ。と進言し、半ば強引に広光に権利を行使させた。その結果、プロ入り前の創始相愛の関係であった、長島茂雄監督率いる読売ジャイアンツに移籍する。 1996年オフ、清原和弘の巨人への FA 遺跡が取り沙汰されると、広光だけでなく信子の発言や動向に注目が集まるようになる。当初、広光本人に対して十分な説明なく清原の入団交渉が進められているのではないかという印象を持った信子は反発の姿勢を見せ、スポーツ新聞一面に、広光夫妻の自宅前での写真入りで、 おっかー怒ったなどと報道された。結果的に守備位置が重複してしまう広光は、出場機会を選び、巨人からの対談を決断。広光の名誉を保ちながら綺麗な形で、対談させるかについて球団は苦慮し、渡辺常夫オーナー自らが、広光と会見まで行っている。信子はこの場に同席し、オーナーに花束を渡されている。この模様はテレビでも、大々的に取り上げられた。 広光は日本ハムファイターズに移籍した。中日球団から広光宛てに中日の監督を務めてもらいたいとの電話がかかってきた。広光自身は当時国士館大学に進学を控えていた長男の福祉のこともあり、断ろうとしていたものの、返答できず躊躇していたが、この躊躇の状態に信子は怒りを発し、何でもやってみなさいよ、と知った激励し、 広告の裏にマジックペンで、ゴーと書いて承諾するように指示。これを見た広光が、はい、わかりましたと答え、決意するに至ったという。選手やその家族、スタッフへの気配りがうまい。他球団の選手とも交流があり、現役時代の広光と本類が大争いをしていた、秋山康二に、いつまでも主人のいいライバルでいてくださいねと声をかけたことがある。 中日がリーグ優勝した際には毎年ビールかけにも参加していた。2004年の祝賞会の席でもビールかけの会場に息子、福士と一緒にいた。しかし福士が当時高校生であったにもかかわらずそのままビールかけに参加させ全身ビールでびしょ濡れになった。この件では福士が国士館高校野球部の部員であったことに加えこのシーンが全国に テレビ中継されていたため、日本高等学校野球連盟も感化できなくなり、後に、広光、信子、福祉が親子揃って、厳重注意を受けた。ありがとうございます。